1978年ツポレフツ -144 藤木事故は、1978年5月23日に発生した航空事故である。テスト飛行を行っていた、ツポレフ設計局のツポレフツ -144D が飛行中に火災に見舞われ、パイロットは平野への不時着を行った。藤木により機体は大破し、炎に包まれた。 乗員8人中2人が死亡したが、6人が救助された。この事故により、ツマイナス144の旅客便運航が打ち切られることとなった。また、ツマイナス144で発生した事故は、本事故と1973年に発生したパリ航空省での墜落事故のみである。事故機の津ポレフツマイナス 144D は、 1978年4月18日に、ボロネジで製造された。同年4月27日に初飛行を行い、ジュコーフスキー空港へ改装された。その後、5回のテスト飛行を行っており、事故時の総飛行時間は約9時間だった。つまりナス144には、従来、クズネツオフ NK144 ターボファンエンジンが搭載されていたが、事故機では、 コゾレフ RD-36 から 51A が採用されており、このエンジンを搭載した初めての機体として製造された。当日、事故機は2回目のテスト飛行を行っていた。まず、マッハ2の超音速で飛行を行い、3000メートルまで高架子 APU を起動することとなっていた。乗員はソ連航空産業省と、 民間航空省の職員によって構成されており、テストパイロット二人、ナビゲーター一人、航空機関士二人、テストエンジニア三人が登場していた。機長のエドワード・イリアンは右側座席に着席しており、副操縦士の VD ・ポポフが左側座席に着席していた。そのため、ポポフが機長であったと言われることも多々ある。また、 イリアンはいくつかの回想録で自身が基調であったと述べている。17時30分つ -144 は標準的な離陸前の確認を行った後に離陸した。超音速飛行でのテストは正常に行われ、パイロットたちは補助動力装置のテストを開始した。APU テストのため、パイロットは機体を3000メートルまで降下させ、 速度も 480km 毎時まで減速させた。この時、計算された残燃料と燃料計の値の間に4.7トンの差が生じていた。これは、計算された消費燃料よりも実際にははるかに多い燃料が消費されていることを示していた。燃料漏れの可能性もあったが、航空機関士は重要視しなかった。18時45分、APU が起動された。 しばらくして火災警報がコックピットで作動した。航空機関士は第3エンジンでの火災を報告し消火装置を作動させた。副操縦士は機体を180度旋回させて空港への引き返しを開始した。機長は後に燃料の差については初期上昇中に気づいたと述べている。しかしエンジニアたちはパイロットに何も報告せず燃料バランスについてだけ話した。 APU の起動に失敗した後、機長は、副操縦士に、空港へ戻るよう指示した。引き返しを開始した後も、APU の起動は繰り返された。旋回が終了した後、第4エンジンの火災警報も作動したため、航空機関士は消火装置を作動させた。そのため、左翼側のエンジンのみでの飛行を強いられた。パイロットは、ラメンスコエ空港の管制官に対して、 火災が発生し、エンジン2機で飛行していることを伝えた。また、消防隊の準備と滑走路への直線侵入を要求した。パイロットたちははじめ、火災警報が作動しているのに対して、火災の兆候が他に見られなかったため、システム障害の可能性を疑った。しかし一方で、地上からは機体の後方に大きな炎が吹き出ていることが目撃された。 右翼で発生した火災により、客室のエアコンから黒煙が生じ、コックピットでも同様に黒煙が観察された。副操縦士は空港外への不時着を考えていたが、機長は空港までたどり着けると考え、これに反対した。パイロットは視界を確保するため、ノーズコーンを17度下げた。しかし、煙がさらに強まったため、機外の様子は判別できなくなり、 複操重視は景気を頼りに飛行を続けた。さらに残りのエンジン2機のうち1機でも火災が発生し、航空機関士が停止させた。また発電機が故障し、バッテリーからしか電力供給がされていないことを報告した。機体が炎上しており、制御が難しいことが分かった時、私は怒りを覚えた。この怒りは、ハバルフスクイキの瓶として使用される。 予定の超音速機の初号機が墜落しかけているという考えに発展した。自分自身に対して思うことは何もなかった。ただ、煙で窒息することだけを恐れていた。呼吸を極力しないようにしていたため、身体に負担をかけなければならなかった。機体がバラバラになっても、操縦艦は最後の瞬間まで握っているだろう。機長として機体を救えなければ、 私の人生は地獄のようだっただろう。機長、エドワード・イリアン機体は急速に高度を失い、この時点で1500メートルまで降下していた。乗員たちは緊急用のパラシュートを装備していたが高度が低すぎると判断し、使用しなかった。また機体が炎上していたために脱出時に炎に飲まれる危険性もあった。パイロットはもはや空港への引き返しは、 不可能と判断し、開けた土地への不時着を決断した。我々の目の前には村があり、その先には森が見えていた。したがって森を越えて開けた土地までたどり着かなければならなかった。私は操縦管を引いて降下速度を緩めた。一体どうやって森の上を通過したのだろう。ドラムスティックのような木は森を飛び越すまで機体に接触していた。服装重視。 VD ポポフツ -144 は 400km 毎時でボック装置へ不時着した。機体は 1km 近く滑走した後に着陸装置が壊れ、さらに500から 600m 近く滑走して停止した。パイロットたちはノーズコーンが地面に接触するまで機種を下げようとしていた。機体が停止した後、機長と副操縦士及びナビゲーターはコックピットの窓から脱出し、 エンジニア3人は、客室のメインドアから脱出した。富士議時の衝撃により、航空機関士2人が着席していた区画は破壊され、2人は死亡した。また、副操縦士は脊髄を損傷しており、エンジニアの1人は足を骨折していた。つナス144が不時着した地点は、モスクワ州、ボスクレセンスキー地区近郊のクラドコボ村付近であり、 エゴリエフスクからもそう遠くない場所だった。不時着した時刻は18時56分で火災発生から6分後のことだった。機体は火災により完全に破壊され、機種部分がわずかに残っただけだった。この事故はパリ航空省での墜落事故の5年後に発生した。つイナスす144はすでに旅客輸送を開始していたため、ツポレフ設計局は 火災の原因などを詳細に明らかにしなくてはならなかった。残骸とフライトデータレコーダーの情報から火災源は補助動力装置であることがすぐに判明した。しかし補助動力装置がある区画で燃料がどのような状態だったかを判断する必要があった。事故機の燃料システムを詳細に検査したところ燃料の流動により疲労亀裂が発生していたことが判明した。 推定される燃料の脈動周波数は100ヘルツとされていたが実際には1500ヘルツ近くにも達していた。このことなどから燃料から生じる水撃作用は想定をはるかに上回る強さであったことが明らかになった。富士木からわずか3ヶ月後、調査委員会は事故原因を公表した。エンジンナセル内での燃料漏れが火災の根本的な原因と考えられる。 これは18時18分から発生したと推定され、合計で8 0 0 0ラム近い燃料が流れ出たと思われる。燃料漏れは燃料パイプの破損が原因で生じ、燃料はエンジンの吸気口の後ろの区画に流入した。補助動力装置の起動により、気化した燃料が発火し、エンジンで火災が発生した。航空機関士はエンジンでの燃焼に必要な量をはるかに上回る。 量の燃料が消費されていることに気づいた。以前にも同様の現象が発生しており、第3エンジンの燃料計は交換されていた。ところが燃料表示の差はますます大きくなってしまっていた。また燃料が漏れている間、他の機器には何も不具合が生じていなかったため、航空機関士はこの燃料計の値を信用しなかった。一方で目撃者などの証言から、 機体の設計には信頼性があるとされた。炎に包まれながらも機体は制御されており、激しく不時着しても爆発することはなかった。さらに、コゾレフ RD-36 から 51A エンジンでは、明らかになった燃料システムの欠陥が修正され、油圧装置がすべて使用不能になるという事態に陥ることがないよう設計された。ありがとうございます。